寝苦しかった。さあ、おかしかったな。先日、そりゃそうだ、わら、おはよう。9月28じゃなくて、10月27は今日だから、明日だね。じゃない、昨日だね。寝苦しかった、わらわら。ベナンカバンオーシャン、ベナンカバンオーシャン、テンパレートオーシャン、ベナンカバンオーシャン、どこだろうな、わら。え、ベナンカバンオーシャンってどこだよそれどこだよ。テンパレートオーシャンじゃないのかよ。私にはわからない。テンパレートだよね。これでベナンカバンって呼ぶの、そんなわけないよ、ね、どういうことだ。ベナンカバンオーシャン西部。ベナンカバンイスアイランドだから、ベナンカバンオーシャンってこれ全部のことじゃないそもそもがテンパレートオーシャンじゃなくて、これ全部がベナンカバンオーシャンじゃないですかね。概要まで言っちゃったら、左下にベナンカバンって書いてるから大きい振りなのでは。くびれてるところの概要がそういう扱いなのでは。となると、さらに外界へ行くのかな。マップ、マップ、いや、ここだいぶ奥行っちゃってるってことか。もっと内側なんだな。とりあえずそこの間だね。もっと内側っぽい。一番外洋行くとあれかな、カジキしかいねえのかな。なので本日はここじゃ。そこの岬の裏だね。逆に考えると一匹釣った時点でそこがどこかをチェックした方がいいかもしれない。この辺かな。よし、じゃあちょっとこの辺で。怒りを下ろすぞ。あんまり大きくないやつを狙ってみるか。もう1時間だった。まぶしい、まぶしい。いい天気だな。そういや餌が足せないんだ。ここで全部使っちゃったら大変なことになるかも。天気が良いな。風が、でもこの風鳴いてます。ソナーにはめっちゃ魚のね反応あんだけど、大型に変えた方がいいか。まあここは何も釣ってないんで、何来ても新しい魚のはず。来ないけどな。大型に変えるか。一匹ぐらい小型釣ってから大型に変えたいな。このまま19時まで経ったらどうしよう。わらわら。こんなかからんか。のどかだな。ありえそうで怖い。来ない。大型にするか。最短インフィニティ最強クイックヒーターのラージ、うん、来ない。わら。
よし、やはり大きいのか。まあ何つっても新魚のハーズ。何を釣っても新魚。ドキドキ。何が出るかな、何が。やっぱね、新しい場所に行く一匹目って大事だと思いませんか。やっち。強いな。まあ L だからね。最強装備でこれっすよ。メーター級かな。でっかいな。サワラ、無理。ブリ、ツムブリ、もう釣ってる。ツムブリ、これ浮きとか変えられないのかな。つむぶりじゃねえこれ。つむぶりじゃないですかね。おつむぶりに見えるんですけど。俺にはこれはつむぶりに見えますけどね。エラーだ。よし、もうこのまま行っちゃっていいだろう。よし。ブリ、普通のブリか。区別あんだ。ツムブリとブリは違うんだ。パチパチパチ。普通のブリ、わら。普通のブリか、ね、あなたの地域の出世魚のブリの名前はどうなってる。ツバス、ハマチ、ブリ、ツバス、ハマチ、ブリ、ハマチ、ブリ。結局って意味でトドのつまりって言うじゃん。トドってね、ボラのことだからね。それ以上先がないから結局っていうね、うん、割と魚の慣用句って多いよね。でイワシの鱗はうざい。そうなんだ。サビキでさ、アジとかイワシ狙ってる時にブリかかるとクソうぜえよね。あいつらでっけんだよ。ブリじゃねえよ。あのボラかかると鱗ぐっちょぐちょだしよ。イライラすんだよ。だから釣り行く時は軍手とタオル必ず持ってこうね。鱗まみれになっちゃう。ボフボフ。ブリばっかだな。おい、ちょっと小型狙うか。わかる。ブリです。さあ、じゃあ中型入ろう。中型入りまーす。 SM。 レインボーは20個持ってるか。20個あるし使っていいだろ。ほら、贅沢じゃ。おろらん。これでかからんかったら怒るで。おー、レインボー。
レインボーの餌。これ500ぐらいするからね。500以下の魚だったら赤字だから。ねえ、ファミリーフィッシング RTA とかやる人いるかな。すべての魚を、よらする。たけい、わら、そして動く。わらわら、もうちょっと受けるゲームしたらいいのに。あらあらあら、引け引け。これは流木じゃないぜ。これで流木とか釣れたりして。流木は意外にポイントが高いから綺麗な流木。あと更新すると3000もらえるから。確か1000だ。さあ、ちっちゃめちっちゃめ。なーにー、流木だったらね。これはお、イサキだ。割といいサイズ。1回ぐらいいくか。贅沢なレイン。パチパチパチ。イサキだ。頭かゆくて柿に手を上げるとさ、微妙に巻いちゃうって反応してる。もう1匹釣ったらトローリング行こう。あのでっかいタコとかエイっぽいやつ、あ、痛い。エイちゃん、でっかいタコなんだろうね。あれトローリングでしか釣れないやつかな。お、ちっちゃ、フグ、アジじゃねえこれ。え、メダカみたいなやつ来てる。イワシだ。アジで当てた当てた当てた。普通のアジだ。赤字っすねアジは赤字っすね。安そう。いけい。赤字で見たな、わら。赤字ですね、わら。赤字、赤字ですね。さあ、大物食い、大物食い。トローリングで風がないと。こい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 。真ん中。くっす、お前押せなかった。もったいない。もったいないお化けが出る。やばい、もうすぐ寝なければいけない時間だ。ここだ、行くぞ。残り3時間、あと2回はいけるか。フレ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 。けど一番強いやつはもう来たからね。そんな強くないやつを釣りたいよね。そんな強くないやつだ。オッケーオッケー。一番強いのはもう釣ったからね。ボスは釣ったんで、ファーストのやつが欲しい。強いぞ。タコかエイか欲しいね。あー、よしよしよし、引けるようになってきた。もうスタミナいったかな。俺のスタミナの方がやばいけどな。よし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 。さ
タミナもだいぶなくなってるね。相手ない感じだよね。見えてるの逆に今それが狙いだから、一番大きいのはもういるから。だってかだいぶ小さい感じが、魚影だいぶ小さい気がする。シーラじゃないこれ。GT の可能性もあるけど、確かに小さい。ちっちゃ。バラムツ、トローリングでかかる魚じゃねえだろ。ちっちゃくないよ、メーター超えだよ、超でかいよ。位置が悪い、移動だ。ちっちゃくないよ、メーター超えだから、めちゃくちゃでかいから勘違いしてはいけない。あと1匹ぐらいはいけるか。自動掃除おかしい、どこへ行こうというのかね。だから何のために俺が向き変えたと思ってどこへ行こうとしてるんだこいつは。まっすぐ走れよ。あっと真ん中、真ん中が一番気づきにくいわ。現実ならでかいけどゲーム的には小さい。どこへ向かう気なんだ？わら。どこへ行こうというのかね。あら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 。何が釣れるかな。でかい。左左左。回す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 。マウス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 かけて右回す回す。あれなんかすっげえ引っ張り出した。ちょっとスタミナ尽きてきたんじゃないのか。やばい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 、70メートル超え、やばい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 って、やばいって。あら、やばいよやばいよ、逃げられる。やばい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 。再生回数の話です。そりゃ全くいけないわけじゃないですよ。なんだと、やばいやばい、離されてる。やばい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 。よしよしよし、なんとかなんとかだいだ。ほら。よし。よし。頑張れ。いけ。カジキ系に見えるな。あら。頑張ってください。
縦振り縦振り右振り回す。確かにカジキみたいに見た目だ。まあカジキ系あと1匹残ってるからね。あと2回かな。よし、カジキだね。とりあえず何カジキかまではちょっとわからん。やったー。お、クロカジキ更新、更新ポイントゲッチュー。何のカジキだろ。お、S じゃない、でっか、 A か。これでまだ A か。4メートルぐらいいきそうだな。パチパチパチ。お、はあ、もう一回いけるか。まだ A か。もうパンパンですよ。更新ポイントまんま。お、でもあのサイズになると更新ポイントクソなんだよ。元が2万とか3万もらえるから。逆に流木とかで更新ポイントもらえると超うまうま。300とか200とかでさ、更新ポイントの1000もらえるから。どこ行くねーん。なるほど。もうこのサイズね。これ明らかに漂流してるよね。ドラえもんのび太とトローリング漂流記。もう一回行けるか。本当から離れてく。笑。デッドシップになったら遭難だから、ね、どこだ、どこへ行くのか。一番右行くぞ。本日ラスト、こいつで最後。自動だと本当から離れるのか。回せいい。ミーアチャンス。あんま強くないね。その方がいいか。最後にかけてみたいんだら、もうアチャンス。後悔だけはしたくない。サムシングウェルス。ラストチャンス一体なんか。もう割と小さめな感じはするね。やだ。あら、フレ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 。まるで応援団のよう。だいぶスタミナ奪ったかな。もういっぱいいっぱいだよ。まだ割とスタミナ残ってやがる。そんなに負けてない。俺の両手はガバガバだ。ボドボドだ。強い。よし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 。だいぶスタミナなくなったね。だいぶ負けるようになった。よし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 。いい子だいい子だ。大丈夫、食べたりしないよ。一生水族館の中で飼い殺ししてやるぜ。右右右右右右。うーしまーすまーす。いい恐ろしい笑。あー立て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 。いい、またカジキ系に見えるな。この家畜が
そんなの家畜と同じじゃねえか。俺は自由になる海を見るんだ。やっぱカジキ、場所カジキじゃねえかな、これ。次かな。全然ダメだね。なんか狙ってる場所と違うんだよね。ほら、場所カジキだ。カジキ収入多いな。ちっちゃい。うわ、2メーター77センチしかねえ。感覚が麻痺してる。お、クラスアップ、ワールドウッチョンピオン。わらわら、でかいんだよ、わら、感覚がわら。サムブリ、ね、ポイント低いなこいつ。カジキの方に流されてるのかな。メーター級だぜ。普通なブリ、普通なブリ。イサキチャンピオンになった。ブリちっちゃ。おい、レインボー使ってブリは赤字もいいところだろう。バラム2、はい、来た。黒カジキ、うまい、うますぎる。小さいゲーム的には魔女ガチ。いやー、ポイントうまー。味ですね。味、味です。アジフライにしよう。収益確認。おーおい、やっぱいいの釣ってるからね。お客さんがどんどん増えている。ビャー、うまい。収益 45,080、 純利益 45,080。 なんで変えてんだよ。ここ収益なのにわざわざ純利益。ここの右下収益時いいんじゃないですかねっていう。お、入場料普通、内容普通。ちょっと変わったんじゃない。アジフライ12、普通いまいち。お、やっぱね、ボス入ったからね。お、内容的にまああのボスいるんだったら普通かなみたいな。よし、さあどうなった。くっそ、待って、増えてねえじゃねえか。やっぱ場所違うのかな。フリジットオーシャンじゃなかったのかな。どこがフリジットオーシャンなの。もっと北か。私にはそれがわからない。増えてない。お、ここが増えたね。ブリ、他にはタコ。ちっこいのもいいんだよね。増えてないだと。トロピカルオーシャンのこれも釣りたいけどね。てかまだね、結構これ何カジキだろう。場所でも黒でもない違うカジキがもう一種類いるっぽいんだよね。まだまだか。ドルピカ、ああ、マンボウさんもまだ釣ってない。あれ下チョウザメだよね多分。あ、割と釣れてないんだよな。シーラはいるか。これイシダイとかクロダイとかかな。トロピカルオーシャン、これ多分ね、自分で行くよりね、マラムちゃん、これね多分釣れない。ボスだからね、あれ。やっぱ自分で行くより、あのマップから行く方がいいかなって気するよね。コンプリート狙うんだ。これもねボスだからね、釣れない。ボスは全然釣れない。これ何だろう。割と普通のマップは釣ってるんだよね。これもね、頑張って釣ろうとしたのに釣れなかったんだよ。結局釣れないんだよ。やっぱそれぞれのマップはだいたいコンプリート間近までいってるね。ケリキルリーダー、あとだいたいボスだけ残ってるわ。おーっと、あなたはハイネリアさんじゃないですか。4メーター超えですよ。これはまあ LL にしたら釣れたね。そしてこれスタージオンだっけ。そしてカナルレイクがもうちょっと。ドゥアリブレイク、お前なんだ。ヨーロッパオーナマス、こいつは分かる。ドゥアリブレイク一番下、脱かな。そんな脱がいてたまるか。
まあそろそろね行く時が来たんじゃないですかねっていう感じもする。4メートル超えとかエイリアン、ここね、そろそろ行ってしまいますか。サフィアケイブラスボスさんに会いに行こうか。会いに行こう、会いに行ってみようと。さあ本日釣った場所はベナンカバンオーシャン。そんなとこだったっけ。まあまあ結構いっぱい釣れたね。ブリ、ブリ、イサキ、アジ、バラムツ。あ、スンビランアイランド周辺、場所変わってる。わあ難しいっすね。やっぱツアーで行った方が良さそうだね。場所確定できるから。どこからどこまでがどれに当たるのかが全然わからない。じゃあ寝るか。1日12時間しか行動できないんだけど、こいつ人生損してんな。黒カジキから別エリアになってるわね。あらあらあら。